きょうは、えー、とメイクワードプレスのチームって何をしているの自分にできることを探してみようというテーマでお送りしたいと思います。ぜひ皆さんでお話ししましょう。で、えー、と最初になるんですけどもこのコミュニティビルディングワークショップジャパンの中でイベント参加におけるお願いで還元されることという話があります。と紹介させていただきます。 雰囲気の良い誰もをも受け入れる環境を全員で育てていきましょう。思いやりを持ち、お互いを尊重し、協力的に行動しましょう。品位のない差別的、迷惑な行動や発言は慎みましょう。周辺や他の参加者に気を配りましょう。危険な状況や誰かが困っていることに気がついたら、イベント運営者に気づき知らせましょう。GPL を含めた WordPress ンソースプロジェクトの原則を守ってください。 できる範囲で発言や反応をして能動的に参加しましょう。今後のイベントの企画に参加していただくのも歓迎です。というところで、えっ、ー、と、今日のアジェンダ。ということで、このワークショップ、えっ、ー、と、今日はなんと初めての人が、えっ、ー、と、参加登録中では14人もいるっていうことで、えっと、このコミュニティビルディングワークショップジャパンってどういうことなのという概要の紹介を最初にさせていただきます。 それから、みんなで自己紹介タイム。で、えっ、ー、と、運営からのお知らせ、Make WordPress チームの紹介というふうに進んでいきます。今日参加してくださっている人の中には、この Make WordPress のチームの中にもすでに参加している人もいてと、紹介してくださる方もいらっしゃるので、随時ご発言よろしくお願いします。で、えっ、ー、と、自分にできることを探してみよう。 でみんなで記念写真をして、ちょっと懇親会をしたいと思っています。でえっ、ー、と、イベント参加におけるお願い関係されないこと、先ほど歓迎されることっていう話をしたんですが、歓迎されないこととして、まあ、特定の企業や個人の利益を追求することをこの中ではしないでください。 医学的、迷惑、虐待的、差別的、軽蔑的、屈辱的な行為というのはしないでください。で、迷惑行為には以下が含まれますということを書かせていただいています。で、えっ、ー、と、先ほどの歓迎されること、で、この歓迎されないこと、どちらもワードプレスコミュニティの行動規範に則っ,っています。詳しくは行動規範、ワードプレスコミュニティの行動規範のページをご覧ください。 で、コミュニティーワービルディングワークショップとはっていうところで、コミュニティスキルを一緒に学ぶワークショップですというふうに言わせていただいています。で、現在、ワードプレスのコミュニティグループでの動き、というと、ミートアップグループの再活性化、役割の名称や担当範囲の変更などがありました。で、えっ、ー、と、今、次世代イベントへの試みということで、NEXT GENERATION イベント。 っていうのを世界中あちこちでちょっと今までの枠組みではないミートアップとか、えっと、ワードキャンプとかドゥーアクションとかっていう枠組みではないものを試してみようということをしていてこのコミュニティビルディングワークショップジャパンもその試みの一つになっています。で、えっと、日本のコミュニティのより良い方向性を一緒に模索し一緒に作っていこうと考えて開催しています。 一緒に作っていきたいので、セッション形式、あの、誰かが一人でこうですよっていうふうに話す形式ではなくって、みんなで話せる機会を持つようなワークショップにしていきたいと、していってます。で、6ヶ月間、月に1回特典のトピックを行っています。っていう、えっ、ー、と、現在、もうこれが5回目なので、次が6回目になります。で、あの、もう、 5回続けているので参加してくださっている方は分かっていると思うんですけど、全部参加しなくても大丈夫です。でこんな方の参加を想定していますで。ミートアップのオーガナイザー。今後ミートアップを開催したいと思っている人。ミートアップの運営が、に興味がある人。ワードプレスが好きな人。ということで、もう残り少なくはなっているんですけども、もし周りにこういう方がいらっしゃったら、ぜひお誘いしてください。で、この運営メンバー。 さらっといきます。高野直子さん。はあい。剛 <laughs> 天さん。はい。修正さん。で、えっ、ー、と、私、ぬかが順子。今日お送りしています。先ほど、ねと、最初に紹介した行動規範。そういったことで気になることがあったりとかした場合も、名前のところに運営と付けていますので、この4人にお知らせください。 今後の上発表希望者も歓迎しています,、ね、あそうです今後のトピックが、えっと、一応この2つともう1個、えっと、次はミートアップのことを話そうということをしています。まあ、他にも取り上げたいトピックがあったらぜひ教えてください、えっと。オンラインではあと1回なんですけど、今日最後にまたお知らせしようと思っているんですけど、オフラインの開催を計画しています。 で、ハッシュタグはシャープ C. B. W. J. です。で、o o m のチャットでも、お気軽に会話、質問してください。はい。で、えっ、ー、と、イベント終了後、先ほど、あの、運営の方にメッセージ、何かあったら、メッセージください。っていうふうに。お話ししたんですけど、イベント終了後の、れいのか、ミートアップ c o m のメッセージを送信から、どうぞ、お願いします。 というところで、皆さんの自己紹介をぜひチャットでお願いしたいなと思っています。ということで、以下の回答をチャットに書き込んでください。お名前、所属、肩書きなど、所属とか肩書きっていうとなんか固く聞こえるかもしれないんですけど、何でも大丈夫です。自分がこれだと思うものがあれば。で、クリスマスなので、ぜひ欲しいクリスマスプレゼントを <laughs>。 書いてくださいということで自己紹介書き込みタイムですこれはなんかすごいこうもらえそうにないけどみたいな,なんですかね現実的なのがいいですかね <laughs> どっちでも欲しい言うて買う予定って何かな <laughs> あ ああ、現実的じゃ、ちょっと今、欲しいクリスマスプレゼントだけを書きそうになってしまった。折れない骨、ね。<laughs> そういうやつか、時間とか金、お金とかでもいい。折れない骨。なんだろう。うどこでもドア。 どこでもドアでどこに行こうとしてるんですか、ね、<laughs> どこでもドでア <laughs> ど,どこでもドアかな物だったらみたいな。あ,あ、朝川さんがやっと物になった。すごいなリアルな感じのベッド。<laughs> <laughs> リアルですね。物です。<laughs> うん か可愛い声が。かわいい声が。クリスマスカー。一人めちゃくちゃ高いの来たぞ。ロータスのエディーズという。何それ車ですね。車。ああ、車ね。なるほどね。いいね。コンパクトカメラもいいですね。ああ、いいですね。ドンキーコン。何ドンキーキングじゃなうんちょっと待って。DX キン一応読めないよ。読めないよ。何これ いやいや、メガネさん、よかったらご紹介いただいても何ですか <laughs> これ。デラックスキングコーササクカブガーディアンウェイポヘラクレスアックスキットです。<laughs> <笑><笑>すごい、つまずかず読めてる。えっと、えー、っと、<laughs> <laughs> えっと、デラックスキングコーサクカ,カブトガーディアンと キングオージャー、デラックス、キングオーカードヘラクレスが合体して、それになって、全体で60個ぐらいが合体して、それになります。あれですよね <laughs> キ。キングオージャーのやつですよね。そう,そうそうそう。あの、うん、全部の虫が合体して、一つのになります。面白いす <laughs> すごいな。<laughs> あ、すごい。調べたらすごいこと、すごいのが出てきた。いいですね。ススドローン、時間、お菓子。 えー、カメラ。いいね。時間。結構みんな時間を欲してます、ね時間。時間を欲してる。みんな忙しい。考えればいい。何でも逆に、あれじゃないですか。マック。もク秋も。<laughs> 休みもある意味時間ですよね。そうですね。すねいいですね。 ーーメガネさんが一番安いんじゃないか。7348円で買えるよ。お, <laughs> おすごい現実的。Mac、キーボード、いいですね。皆さんの欲しいものが手に入りますように。願ってます。お母さん、お大事です。はい、ね、健康ですね。健康と時間。Mac、はい、Mac も。 ねえ。あ、Mac、Windows、両対応キーボード。なるほど、うん。全然 IT っぽくない答えを私は書いてしまいました。では、続けていきたいと思います。運営からのお知らせということで、あ、そうなんです。実は、この、えっ、ー、と、 コミュニティビルディングワークショップジャパンのホームページが、ウェブサイトがあります。ホームページって言った、<laughs> ウェブサイトがあります。はい。なので、よかったら見てください。で、あ、で、ワードスラックにも CBWJ チャンネルがあります。 今、ここに入ってきてくださってる方っていうのは、割とワードスラックにはもう参加されてる方ではないかなと思うんですけども、CBWJ チャンネルがあるので、よかったら参加してください。というわけで、今日の本題に入りたいと思います。えっ、ー、と、Make WordPress Teams ということで、えっ、ー、と、 wordpress.org のページに行くと、このコミュニティというところがあって、そこに行くとメイクワードプレス、つまりワードプレスを作っている人たちのチームがあります。で、えっ、ー、と、このチームが全22チームあります。割と大きい。 団体 <laughs> 団体じゃないな。大きい、あの、数で大きい、たくさんの人が関わっています。で、ただなんか日本にいると、あるいはなんか自分が関わっていないチームに対しては、ちょっと何してるのかわかんない。どういうふうなことしてるのかわかんないということがあったりとか、あとなんかで、例えばデザイン的でデザイン興味があるんだけど、どういうふうに参加したらいいのかわかんないとか、 あるかもと思っていまして、今日はそれの紹介と、どういうふうにしたら参加できるのか、なんか参加の入り口はどこにあるのか、みたいなことを各チーム紹介したり話して、 いけたらいいなと思っています。で、えっと、これ紹介した後にみんなで、あ、これだったらできるかなとか、これ興味あるんだけどハードル高そうとか何でもいいので、じゃあ自分ができることは何だろうみたいな話ができるといいかなと思っています。ということで、いきなり紹介に入りたいと思います。ということで、一番最初、コアチーム、どん。 トルユニさんはい、はい、コアチームとはどんなチームですかまあ、見ての通り、まり、あ、まあ、ワードプレス本体、主にソースコードん、はい、ワードプレスってソフトウェアそのものの開発をする <laughs> まあチームのことを多分コアチームって呼んでるのかなって感じですけど、うん。で、まあ、 だから基本的には PHP で、ね、コードを書いたりとか、うん、まあ、みたいな活動が中心にはなってますと。うんうん、なんですけど、まあ、いかんせん WordPress もうめちゃめちゃ巨大なんですよね <laughs> っていうところで、うんうん、あんまりコアチームトータルで何かっていうのはあんまりなくて、だからね、結構その、うん、っていうかサブ結構サブチームに分かれてるような感じ。うん うん、で今で、特にあのグーテンベルグっていうのが出てきて以降は、やっぱ一番、そのワードプレス本体もそうですけどあの、やっぱ最新機能とか主にグーテンベルグとかで行われることが多いんですが、それはまたあのコアエディターチームっていう、まあ、サブチームみたいなのがあって、そこで行われてるみたいな、そんな感じですね。 これはなんかコアチームの中にじゃあサブチームが結構たくさんあるんですか、うんまあ、そうですね。あのー、一応、ある、一応コアのもあのコン、要は、去年、うん、はコンポーネントって単位でメンテナンがいるんですけど、それこそあの、うんうん、で、結構大きいプロジェクトとか、それごとにディスカッションも、とか、スラックのチャンネルもあって、それこそあの、REST API とか、うんうん えっと、あと何でしょう。まあ、まあ、いろいろあるんですけど、うん、ただなんか、あの、一応、そのスラックとかでディス、あの、会議の時間とかも一応書いてあるんですけど、うん、別になんか、書いてあるけど動いてないな、みたいなのもめっちゃ多い。<laughs> あ、そうなんだ。ええ。てか、その、昔は、だコアにマージされるまでは結構頑張ってたんでしょうけど、みたいなのは。うん、その、で、今やっぱで、そういう意味で一般、 動いてるのはコアエディターチーム。まあ、あと、パフォーマンスチームはちょっとまた別かもしれないんですけど、一応、まあ、コアのパフォーマンス改善とか、ここら辺もやってる人間、まあまあいますよみたいな。ここら辺がやっぱ、なに、なんか、その、コアの、そのメイキングワードプレスって、コアの開発の状況のブログとかを見てると、まあ、週1ぐらいで名前を見るチーム、うん、のはこの辺かなという感じですね。うんうん ありがとうございます。うん、どうやって参加をしたらいいでしょうかうん、なんか、あんまり、あんまりチームってものに参加してる意識とか特にないんですけど。はい。は <laughs> じめの一歩。基本的にその、まずワードプレスってのは、あの、まあ、ソースコード、まあ、PHP で作られたソースコードがあるので、まあ、それをまあどうにかするみたいな話があるんですけど、主にこの、 ま、あの、メイキングワードプレスの,あのチケットってところを触ると出てくるんですが、あの、コアトラックワードプレスってところで、基本的にはワードプレス本体の開発とか、その、新機能の提案とかを行われるという格好ですね。うん、で、そこで、あの変更とかの p エは、そのパッチを送うん、送るとかっていう感じです。 ただまあ、これ自体が s v <S デ i k t o X35G で再生します。うん、すいません、はい <laughs> で。で、こいつ自体が割とサブバージョンで SVN でやられ、うん、使われてて結構歴史長いやつなんで結構大変なんですが、今は結構 GitHub とかでもできるようになってきたっていうところです。なんですが、じゃあただ、 ただグ、グエディターとかグーテンベルグは結構別で、うん。基本的に、あの、グーテンベルグのプラグインを開発して、それをコアに取り込むみたいな作業フローでやってるんで、うん。そこら辺は完全にグーテンベルグの GitHub で全て行ってるって感じです。かなり、こ、うん。で、ここら辺も、基本的にはグーテンベルグの一周でバグレポート出したり、あグ あとは GitHub 上のディスカッションのボードがあるので、そこで新議能のディスカッションをやったり、機能追加とかをやったりみたいな感じです。で、結構、毎週、その、スラックで会議とか、会議というか、そのミーティングみたいなのもあったんですけど、まあ、ちょっとなくなりました。<laughs> なくな、うん、なくなるみたいな議論が。うん、というのは別に、結構、 あの、割と非同期でできるよね、みたいな話がお、うん、大きくなってきたのと、やっぱ、地球丸いんでタイムゾーン大変だよね、みたいな話もあるんで。うんうん、むしろ、なんか、割となんか非同期でやれるみたいなものが、いろいろツールが揃ってきたとか、その GitHub を使うことで、そういうのがやりやすくなったっていう話で、結構ポジティブな話なのかなとは。うんうん、まあ、あとは、まず、まあ、グーテンベルグに限らず、ワードプレスの新機能って基本プラグインを、 新しく作って、それをマージするみたいなプロセスで行われるので、うん、まあ、それの、とか。だから、あの、2024ももともと GitHub で動いてて、で、6.4がやるときにマージされましたけど、みたいなのも、まあ、一応コアへの参加の方法の一つかなと。まあ、あと、その他、あの、ソースコードそのものじゃないですけど、結構コアとかコアやりのスラックだと、 そのバグスクラブっていうイベントがたまに行われていて、うんうん、そのこのバグ再現するみたいなのをなんかちょっと集まってやったりとか。あうんうん、まああと、そう、結構だから、その再現性がわかんないから、そもそもこれ動く人いるみたいな話とか、うんうんうん、そこそ環境に Windows だ、Windows の人とかだとわかんないとか、僕しな、あの、うんうん、まああと似たような話であの、あと書いてないですけど、リ,リースパーティーって言って、 あの、うん、ワードプレスのアップデートをする前に、する半日前ぐらいに一回、こそっとやってみるみたいな時間があって、うんうん、みんなアップデートできたみたいなの、うん、あ、これでアップデートあ、アップデートがちゃんと動いたからこれ公開できるねみたいなのもやってたりとかで、意外にコード、まあ、コードを書くっていうのも大事な話なんですけど、うん、その、意外にそういうところでもなんかやることあったりとかっていう感じですね。 ありがとうございます。うん、今、なんかチャットの方で質問があればこちらに書いてくださいねという話があって、も,もし、あのー、後からになっても構わないので、質問があったらぜひ書いてください。今のところ、じゃあ次に行ってもいいかな。じゃあトロちゃん、ありがとうございました。はい。では、次、コミュニティチーム。 はい。あ、コミュニティチーム私が喋ります。<laughs> えっと、まあ何を、ワードプレスコミュニティ、ワードプレスコミュニティのコミュニティチームが何をしているかっていうと、えっと、イベントやコミュニティのサポートをしています。あの、イベントだけじゃなくてコミュニティ全体のサポートも含まれています。で、まあメンターシップ、運営者や予算の審査。 えっと、運営者や予算の審査っていうのは、そのイベントですね。イベントの運営者や予算の審査。まあ、あとコミュニティチームに入る方の審査とかもあるんですけど、あと、仲裁とかもしています。で、えっ、ー、と、参加方法は、えっ、ー、と、メイキングワードプレスのチャット、あの、スラックのチャンネルのコミュニティチームにまず参加してください。そこでいろんなことが行われています。いろんな の発表とかもあります。で、第1木曜日の築地ミーティング。えっ、ー、と、毎月1回と。日本時間で言うと9時からですね。えっ、ー、と、コミュニティチームのチャットミーティングは、そのタイムゾーンに合わせて2回あります。日本の人は夜9時が参加しやすいと思います。に出席する。で、えっ、ー、と、 オンガナイザーとかの経験のある人っていうのは、まあ、えっと、コミュニティーチームでは3つのロールがあるんですけど、えっと、イベントサポートプラン、プログラムサポート、プログラムマネージャーという役割があって、まず最初にイベントサポートの募集に応募していただけたらいいなと思います。イベントサポートは何をしているかっていうと、えっと、他のワードキャンプのメンターシップ、 とかあ,のまあ、あんまりまだそんなに進んではいないんですけど、まあ、他のミートアップのメンターシップとか、となんかこうミートアップとかで質問があったりとか、ミートアップの運,運営自体の質問とかがあった時にそにチャットでやり取りしたりとかということをしています。何か質問があったらぜひ書き込んでください。なんかあの 近いところ、結構分かりやすいところかなと思います。あ、ナオさんがあの、ロール役割、今さっき私が言った3つの役割ですね、の説明を投稿してくださいました。はい。で、次がデザインチーム。それもまた私がすいません、喋ります。<laughs> はい。で、何をするチームっていうのが、ちょっとこれあの、 割とデザインチームの、えー、とメ,イメイクワードプレスのところに書いてあったことをちょっと日本語翻訳してるみたいな雰囲気があるんですけど、まあ、ワードプレスプロジェクトのユーザーエクスペリエンス、ユーザーインターフェース、ビジュアルデザイン全般を,をやっていますっていう。じゃあ全般って具体的にどういうことなのっていうと、例えばワードプレスの管理画面とか、あとワードプレスに同梱されてるテーマ。 のデザインとか、えっ、ー、と、wordpress.org のデザインとか、もう本当にほ、その他も含めて全てっていう考え方です。で、参加方法としては、やっぱり、えっ、ー、と、MakingWordpress Slack のデザインチャンネルに参加する。それで、えっ、ー、と、デザインチャンネルので、えっ、ー、と、木曜日、これが日本時間が夜中の12時なんですけども、 えっと、各州のミーティングに出席するということが、すると、割と何を今、よく動いているのかなっていうのが分かりやすいかと思います。あと、えっ、ー、と、例えば、GitHub とか見ると、ニースデザインっていうタグがついている異臭が時々あるんですね。そういうのに参加してみるということもできます。で、えっ、ー、と、今回デザインチーム紹介したのは、 あの、一番最後のこの参加方法のシーンのところに書いてるんですけども、日本語で JA WordPress Org のデザイン調整についてという投稿をちょうど今日かな昨日か今日ちょっと投稿しました。えっ、ー、と、何かというと、あの、wordpress.org の デザインが実は世界中では変わってるんですね。世界中英語版は変わってるんです、もう。で、それが夏頃に行われて、ただ日本語版っていうのはまだ変わってないんですね。で、えっと、皆さんも、あの、経験したことがあるかもしれないんですけど、英語のデザインをそのまま日本語に置き換えたときに、文字の大きさがしっくり来ないとか、なんかデザインがしっくり来ないっていうことが、 ーこの wordpress.org のページ、ページデザインでも発生しています。それで、えー、デザインをガラッと変えるわけではないんですけども、j.wordpress.org のデザイン調整をどういうふうにするかという話し合いと,、えー、と、実際にデザイン立ち上げてみたりということが、夏ぐらいからじわじわとあの進んでいます。で えっと、今方向性としては、大きく、こう、日本語だけこれやりたいっていうのはなかなか難しいだろうっていうところで、できる調整をして進めていこうかっていうふうにはなってるんですけども、その中で皆さんに、あの、テストをしてもらったりとか、デザインの提案をしてもらったりとか、のいろいろやることがあるので、興味のある人はぜひ参加してくださいっていう投稿があるので、ぜひ、 興味のある人はチェックをしてください。多分、チャットに、この j ワードプレスオルグのデザイン調整についても貼られていますね。ミーティングはリアルタイムではなくて、後から見るのでも OK ですの。次かなに投稿されているナオコさんが投稿してくださったのが、その URL になるので、ぜひ興味のある人は見てください。 ということで、次に行きます。ドキュメンテーションチーム。ということで、立花さん、いらっしゃいますかいらっしゃらないかも。今、入れてない。 ますね、参加者一覧見ます。あの、間に合ったら、これじゃあ、しますっておっしゃっていて。あ、なるほど。じゃあ、ちょっとこのタイミングではに間に合わなかったのかもしれない。ということはど、どうしようかな。どうなったか代わりにドキュメンテーションチームの話を、奈緒さんお願いしてもいいですかあ、はい。えっと、はい。ドキュメンテーションチームはちょっと日本語だと、 結構翻訳が多かったりするんですけども、ドキュメンテーションという英語でドキュメントを書くチームがありまして、ハンドブックっていうのは、まあ、あの、各チームに参加するための方法みたいなのを書いたハンドブックというのがあって、えー、例えばコアチームに参加するにはコアハンドブック、コアコントリビューターハンドブックとかあるんですけども、そういうのを書いたり、あとは、えー、もちろんユーザー向けのドキュメントですね、あの、 よく言われるサポートドキュメントみたいなのを書いたり、えー、そういったところと、まあ、実際に書くのと、まあ、ドキュメント化のための取り組みみたいな調整をしているということです。えー、参加方法は、メイキングワードプレススラック、英語の方のスラックの、えー、ハッシュドックスに参加するか、まあ、日本語だと,、えー、とドキュメンテーションを翻訳されたいという方は、日本語のワードスラックの方のドックスに参加してください。 えー、ミーティングは英語の本ですけども、火曜日の午後2時なんで、UTC 午後2時ってことは、日本の夜11時かなはい。なので、無理でもないかなと思います。そうです。はい。はい。わ、はいはい、からなかったら、えー、立花さんに聞いてみましょう。<laughs> <laughs> はい、<laughs> ということはい。そうですね。なんかあの、目、えっ、ー、と、ワードストラックの方にも、 えっと、ドックスチャンネルがあって、なんかハンドブックの、えっ、ー、と、日本語化について、ちょっと、あの、グロートプレスっていう翻訳のシステムを使えるかもしれないみたいな話がちょっと進んできてるよとかいうお知らせも書かれてたりとかするので、ちょっとうん 両方合わせて参加してみていただけるといいかなと思いました。ありがとうございます。では、次。ポリグロッツチーム。三宅さん、お願いします。三宅です。よろしくお願いします。えっと、トリコさんは、私の不足のところがありましたら、あの、追加してえ、おっしゃってください。えっと、ポリグロッツチームは、えっと、 自分の言語に翻訳を提案する、えっ、ー、と、チームです。えっとえ、チームです。他に、えっと、翻訳を簡単に、簡単にしやすくするツールの作成を支援しているチームでもあります。先ほどおっしゃった、あの、そういう、えっと、グロッドディクトとか、グロッドプレスとか、そういう作成を、あの、作ってられるんだと思います。参加方法は、 えっと、ポリ,リグロッツに、えっと、ワードス、え、メイクワードプレスの方のポリグロッツに入っていただいて、えっと、アジア太平洋地域のチャットは、えっと、水曜日の午後4時からでした。えっと、これ、これを書いてくださいと言われて、私は初めてメイクワードプレスをちゃんと読みました。<laughs> すいません。わかんなくて。<laughs> あの、ちょこっとあの、そのチャットをずっと、えっ、ー、と、4時にのチャットを、えー、と読みよ、読みました。えっ、ー、と、どういうことをされてるかというと、GT の人、GT が触れましたとか、どのぐらいの、あの、どのぐらい翻訳が進んでますっていう、えっ、ー、と、報告が主でした。で、20分で終わりました。だけど、なんか、面白かったのは、あの、 えっと、この前のマットさんの,あの、えっと、スピーチで、えっと、あの翻訳は機械翻訳になが主になって、えっと、僕のようなせ僕じゃない私かもしれないんですけど私のような、えっと、専門家はいらなくなるってマットが言ったっていう書き込みがあっていやいやそうではないそんなことは言ってない っていう、あの、リターンがあって、よくみ、よく、よく見てよっていうことになって、あ、勘違いでしたっていうのが、その20分間の中の5分ぐらいでやっていて、あ、なんかすごい、あの、んとあ人間的というか、和気あいあいというか、<laughs> あのいいなと思ったので、えーえー、と今、今度からはちょっと覗いてみようかなと思っています。 あ,ありがとうございます。はい、なんか午後4時だと、まあ仕事してる人は参加しづらい。仕事してる人はっていう言い方あれですけど、<laughs> あの、会社とかにいると、あの、見づらいかもしれないですけど、まあでもなんか、あの、さっき奈おさんが書いてくださったように、後から見ることもできるし、私とかは反対に4時ぐらいだとフリーランスなので、あの、見たりしやすそうな時間だなと。 思いました。ありがとうございます。すぐらいだったと思います。あまり参加され、すごくすごい大勢ではないかなと思います。で、早く終わるので、あの読みやすかった<笑><笑>いいですね。で、えっと、日本では、えっと、先ほどのドキュメンテーションのところで名前が上がっていた橘さんが。音頭を取られて。 あの、翻訳の会を、黙々翻訳会を、ワードスラックっていう、日本語のスラックの方で進めているので、そちらから参加していただくと、割と気があるかもしれないなとも思います、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。なんかり <laughs> <laughs> さんとか、なおさんとかから、 何かありますか遅くなさそう。はい。特にないです、はい。はい。ありがとうございます。では。じゃあ、ゃあサポートチーム。中で、浅川さんいらっしゃいますかはい。はいお,お願いします。はい。浅川です。こんばんは。えー、っと、サポートチームは、えっと、wordpress.org j a w o r d p r e s s o r g も、英語版の方も、サポートフォーラムがあるっていうのは皆さんご存知だと思うんですけど、そちらに日々投稿されるトピックがあります。それに回答したりしています。なので、あの、えっと、コアに関するものだったり、テーマに関するもの、プラグインに関するもの、それからサーバーとか、まあ、あの、言ったらすごくたくさんの要素があって、まあ、それらをこう、あの、 トピックを見て、どういう回答をしたらいいかっていうのを考えて回答しています。で、えっ、ー、と、日本語チームの方はサポートフォーラムのガイドラインが改定されたので、それの翻訳なども一部やってたり今はしています。でそれ以外に今後やることとしては、えっ、ー、と、モデレーターの育成なども予定されていると私も伺っています。 で、えっと、参加方法としては、ま、皆さんもお持ちかもしれませんが、wordpress.org のアカウントと、スラックですね。で、えっと、フォーラムガイドラインを翻訳する場合は、GitHub のアカウントが必要になります。大体以上ですかね。はい。はい。なんか補足あれば言ってください。すいません。いえいえ。誰か補足ある方いらっしゃいますか 大丈夫そう。というわけで、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。はまあ、でも、なんか一番身近なところな気はしますね。ありがとうございます。じゃあ、トレーニングチーム。あ、はい、お願いします。お願いします。えっと、トレーニングチームは、 えー、同期および非同期学習を通じて人々がワードプレスの使い方を学び、拡張し、貢献できるように支援します。また、インストラクターが実際の環境で使用できるダウンロード可能なレッスンプランを learn.wordpress.org 経由で提供しますということになってまして、あの、learn.wordpress.org っていう、えっ、ー、と、ページというかサイトがあるんですけども、そこにその様々なチュートリアルとか、 えっと、レッスンとかがあるんですけども、えー、そういったものを作ったり、えっ、ー、と、その、今、ちっちゃく右下に、あの、表組みがあると思うんですけども、それを新しくコンテンツを作るものだったり、えっ、ー、と、コンテンツ作らないまでも、既存のものを英語から別の言語に、えっ、ー、と、字幕をつける作業だったり、あとは、えっ、ー、と、古いレッスンのプランだと、もうワードプレスの画面が、 あの、今の画面と全然違うよってなってることがあったりするので、じゃあそれに対してレビューをしたりとか、えー、その他、その、じゃあどういうふうにしたら人々がよりワードプレスを学べるかなとか、よりワードプレスを習得するためにどうしたらいいかなっていうのを考えて、えー、作っていくグループとあ、チームということになります。で、昨今はですね、あの、えっ、ー、と、 学習の道筋みたいなのを作りましょうみたいなプロジェクトが今進んでるようでして、ようでしてっていうのは私はあんまりここにはちゃんと参加できてないからなんですけども、例えばユーザーさんとしてワードプレスを学ぶための、えっ、ー、と、道筋だとか、えっ、ー、と、デザイナーとしてワードプレスを学んでいくための道筋とか、デベロッパーとしてワードプレスを学んでいくための道筋といったようなものを えー、それぞれに、その人、要はロールというか役割とかやり、ワードプレスに対してどのように関わりたいか別に、あの、その道筋を作って、それごとにじゃあレッスンが提供されるようにしましょうみたいなことが、えっ、ー、と、行われているようです。あとは、あの、私がやってるのは、あの、 オンラインのワークショップっていう形で、ミートアップのところで、あの、オンラインのワークショップを撮影して、一緒に放送したりとかいうこともしていますという形です。えっと、参加方法は、えー、スラックで毎週火曜日の16時から、えっ、ー、と、全体のミーティングが行われています。 今、そのことを改めてちゃんと理解しました。私も次回からはちょっと参加してみようかなと思います。<laughs> あとは GitHub だったり、あとはあ詳しくは Getting Start のところにどうやって始められますかっていうのが内容が書いてあります。2024年も決まって、あのリーダーの中の2人は、えー、とベンさんと,、うんとディスティニーさんなんですけども、2人とも日本に今住んでいて、その2人が あのリーダーの中の、えっと、一員ということになってますので、いろいろと質問はしやすい状況だと思いますし、いろんな貢献の仕方があって、面白いチームかなと思います。以上ですありがとうございます。そっか、あの2人とも日本にいてくれる人っていうのはうす、すごい心強いですね。分かんなくても日本語で質問できるとか、感じてます。<laughs> ありがてえ。<laughs> ありがたいと思います。今、何がどうなってんですか、うん、みたいな。<laughs> なかなか聞けないんで。そうですね。すね <laughs> はい、はいあの。参加するなら、今がチャンス、みたいな話でした。はいはい、す、はい、はい。ありがとうございます。あ、フォトチーム。ということで、鳥さんいらっしゃいますかはい、鳥山です。お願いします。はい。フォトチーム。 はですね、これなんかちょっと雰囲気、今まで、これまでの雰囲気と変わるかもしれないんすフォトチームはみんなで写真を撮りに行きます。<laughs> はい、で写真を撮りながら、あのまあ、ワードプレス、どうしてるとか、こうしてるとか、その話しながら交流するのも良いですし、しなくてもいいんですけど、な、ま、ん、あ、で始めたかっていうと、あの、2、3年コロナで全然ミートアップができなかったから、あの写真、 フォトディレクトリーもできたことだし、もう写真と撮りに行くの、もう外であのみんな話すんならいいんじゃないっていうことで去年から始まった活動なんです。で、多分今日紹介する中で、もう最もハードルが低い活動じゃないかなと思います。で、あ、そうですね。カメラを持って、その、ブラブラするだけと思われるかもしれないんですけれども、 まあ実はそうじゃなくて、まあ、ちゃんとワードプレスのフォトディレクトリに写真を登録するのが、あのー、目的です。で、写真を撮った後にあの、フォトディレクトリに登録するための解説をしたり、実際にその場で登録してみたりもしています。で、ちなみにこのフォトディレクトリに登録した写真は、クリエイティブコモンズゼロのライセンスとなりまして、 誰でも使うことができるんです。で、身近な使われ方では、ワードプレスにパターンディレクトリーっていうのが今あるんですけども、そこにパターンを登録する際にサンプル画像として、あの、このフォトディレクトリーの写真が使われることになっています。で参加方法なんですけれども、ワ、えードプレスミートアップが開催するフォトワークに参加します。で、今のところ、 あの、東京と関西で開設されたことがあります。東京ではほぼ月1で開催されておりまして、これまでに吉祥寺、浅草、丸の内、新宿御苑、羽田空港などを取り歩きました。で、関西チームは万博記念公園で開催されたことがありますね。スマホでも参加 OK ですので、 ぜひ参加したり、ご自分の地域でフォトオークを開催されてみてはいかがでしょうか。で、本当はそのフォトディレクトリーのを作っていくな活動があるとか思うんですが、私はそこまではす然ません、関わっていなくて、もし戸田さん補足がありましたらお願いします。はい。じゃもう完璧にご説明されていただいてありがとうございます。 なんか、結構そのグローバルで見たときは、みんながアップロードした写真を、じゃあどうやって承認されるのっていう質問がよくもらうんですけど、その、写真を審査、審査っていうと言葉固いんですけど、まあ、モデレートする、えーチーム担当の人がいて、その人、そういうモデレーターになると、 みんながアップロードした写真に、えー、結構フォトディレクトリーって、えー、とガイドラインがあるんですよ。例えば人の顔が写ってないとか、えー、ナンバープレートが写ってないとか、そういうのがあるんですけど、そういうのを見てチェックしてたりとか、あとはフォトディレクトリーがどうやったら伸びるかっていうのをみんなを考えたりしていますで。グローバルでそういうフォトディレクトリーの話をしたい場合は、えー、毎月第1金曜日日本時間22時から えー、やってます。えー、フォトディレクト、フォトチームのミーティングも大体15分20分ぐらいでサクッと終わります。結構毎回、早い, <laughs> 早いですよ。結構なんか、<い>あの、リリースされて1年以上経ちまして、今現在何枚写真が上がってますとか、えー、っと、例えば9000枚目の写真はこの人でした、おめでとうみたいなことを言ったりとか、えー、なんか、最もビューが、ん最も、 えっと、つけられたタグ、今月1か月で多かったのはこれですみたいな、こういうなんか報告をし合ってみんなで、じゃあみんなでもっと写真バンバン開けようみたいな感じで15分ぐらいでやってます。そうなんですね。そうなんです。ありがとうございます。はい。そうですね。ありがとうございました。ありがとうございます。 またかあの写真を、そのフォトウォークに参加して写真をアップするっていうのは、こう、一歩として。はい。楽しいし、はい <laughs>。気軽かと思います。はいぜ。ぜひ参加してみてください。はいありがとうございます。ますでは、WPTB チーム。ということで、林さん、お願いします。はい。こんばんは。林です。 私の声聞こえてますでしょうかはい、聞こえてます。はいはい、えっ、ー、と、まあ、なんか今までのチームの方の話を聞いてても感じたことで、その、で、グローバルの部分でのこのチームの活動っていうところと、まあ、今、日本語圏の人のコミュニティで動いている範囲には若干のこう、あの、イコールではない部分もあるかなと。けどもあ、私もこの、えっと、TV チームとしては、ちょっと、そういう部分がある、あります。 でまずですね、そもそもそのワードプレえー、tv チームっていうのは、その、えワードプレスの関係する動画を、えー、共有しましょうっていうことである、ワ、えードプレス e s t v という、えー、サービス、サイトがありまして、そこを、えー、運営しているような感じですね。で、まあ、動画が投稿されたらそれを受け付けて、まあ、先ほどのフォトみたいな感じで、あの、内容をチェックしたりとか、あと上がってる 動画に対して、えー、字幕をですね、まあ。より多くの人にこの動画の内容を知ってもらうために、えー、他の言語の情報とかも、えー、書いてもらったらそれを受付したりとか、というような、えー、作業になっていきます。で、えーで、まあ、なんですけども、私とかがかかってる、まあ、日本語の部分で言うと、その、ワ、えードキャンプで撮られた、えー、動画っていうのがうまく、えー、このワードフェスと .db に上がって、 まあ、できればその字幕とかも付けれるみたいなところをまあ目指して動いているっていうものの割合が多いかなと思います。あとは最近はあの、ラーンですかね。まあそういうこう、あの、みんなで学習しようみたいな学習コンテンツの動画とかっていうのも増えてきているのかなと思います。で参加方法ですが、えスラックの WPTV チャンネルというのがありますので、そこに参加して、 えー、あこ,れこの辺はちょっとグローバルな部分での話をしますけれども、毎週金曜日の、えー、深夜0時だったと思いますけれども、定例ミーティングがありますので、まあそれで参加するというような形で、えー、関わっていけるんではないかと思うんですけれども、私も何とか参加しているんですが、まあちょっと英語だったりとか、あとまああんまりあの内容もこう、えー、シンプルに終わったりすることも多くてですね、まあ、最近はちょっとあんまり参加できてないという状況ではあります。 ということで、えーまあ、英語圏の話としてはそうなんですけども、まあ、日本語の,あのワードストラックの方にも、えー、WPTV チャンネル、同名のチャンネルがありますので、まあ、そこには私とかもいますので、なんか、えー、質問とかあれば聞いていただけるといいかなと思います。ということで、以上です。ありがとうございます。なんか、割とむ昔はって昔はっていう言い方あれですけど、あの、ワードキャンプの動画を上げるみたいな、 雰囲気が最初の頃はあったように思うんですけど、今はなんかいろんな動画が上がってるように思います。この、えっ、ー、とコ、コミュニティビルディングワークショップのこういった動画もアップロードしています。というわけで、動画系興味のある方は、ぜひ、WPTB チーム覗いてみてください。ありがとうございました。 あそうですね。今、チャットに書いてくださってますが、ワードストラックの WPTV でステイトオブザワードの字幕翻訳も進行中ということで、さっき、あの、三宅さんがちょっとお話しされていた、マ,マットさんの、この間の、えっ、ー、と、講演の日本語字幕付けも進行中ということです。はい。で、日本のコントリビューターを募集中のチームという、 とところにいいきたいと思いますテストチーム、テテスストトチチーームムの話をすすすまませんどうなったかお願いします <laughs>、はいいしはは僕でこれちょっとハンドブックに書いてある文章をそのまま持ってきちゃったんですけど、テストチームは、えー、主に手動テストと手動テストを通じて開発プロセスを推進することで、ワードプレスの品質とユーザビリティの向上に取り組んでいます。 えー、ブラウザー、アプリ、端末、コードを問わず、チームはコアやグーテンベルグ、モバイルアプリやテーマ、機能プラグインやインポーターを含む、ワードプレスエコシステム全体のテストに注力しています。ということで、なんだろう。直近だとみんな結構目にしたことが多いかもしれないのは、FSE Outreach っていうのがよく行われてたんですね。あの、フルサイトエディティングっていうサイト、今名前サイトエディターになっちゃったんですけど、 まあ、サイトエディター旧フルサイトエディティングのテストを、えー、皆さんお願いしますっていうのが、日本語でもブログがなんか出てたんですけど、そういうテストを、えー、やっていたりとか、あとは PHP とか JavaScript のユニットテストをやったりとか、E2E、e、テストをやったりとか、えー、まあ、イシューの取り味とか、バグスクラブをやったりとか、そういうのをメインで、えー、やってたりします。 なので、そういう、なんでしょうね。バグを見つけては退治したいとか、なんかそういうのが好きな人、なんかそういうのを解決したいなっていう人は、ぜひ日本語でも、ええー、チームが活動できたらいいなっていうのがありますね。さっきもあったんですけど、そのいわゆる j a w o r d p r e s s t o ルクを日本語にしてデザインを変えたときに、例えばフォントの、ええー、フォントサイズの問題だとか、 海洋の問題だとかいろいろなんかいろんなのができたりするのでそういうのをみんなでこことここと直すといいよねとかっていう、まあ、結構楽しくやってるチームではあるそうですえー、バイウィークリーだからなんだ日本語で学習各習火曜日の11時 UTC なので、えー、日本時間夜20時から、えー、とテスト コアテストっていうチャンネルがあります。そこで、えー、ミーティングをしているので、ちょっと気になるなと思ったら覗いていただいて、できそうなことがありそうな場合は、やってみてはどうかなと、思います。ありがとうございます。これは、あれですね、直さなくてもいいですね。こういうバグがあるよっていう報告をする人たちっていう考え方ですよね。そうですね。報告もするし、はい、直せる人は直したりもするし、 例えば、誰かが上げてるテストを私も再現できるっていうのを、いわゆる見て回るっていうのもできたり、本当に誰でもできるところなのでいい、うんあ。確かにあの、ありますよねあの。こういうバグがあるよって報告されているときに再現できないとか、本当、それはなんかこれだったら再現できるとか、すごい助かるように思います。ありがとうございます。あ、コアテスト。 入りましたありがとうございますい、はい。そして、マーケティングチーム。はい、これもまた僕です。はい。<laughs> えっと、マーケティングチームっていうのは、えー、簡単に言うとマーケティング、マーケティング、ワードプレスに関わるマーケティング全般をやってます。えー、みんなよくそのリリースとか見てると思うんですけど、あのリリースノートみたいな、例えば6.4が出ましたとか、6.3が出ましたとか。 えー、そういうのに関係することをお手伝いしていたりして、えー、これもハンドブックから持ってきたんですけど、現在および将来のユーザーや貢献者、コントリビューターに向けてワードプレスを促進します、えー。私たちはワードプレスプロジェクトの成長をサポートするキャンペーンを作成し、広めていきます。ということで、まあ本当に、そのいわゆるニュースレター、えー、みたいな、ニュースレター出してるんですけど、それの作成であったりとか、 えーっと、今は結構ポリグロッツが主導してるんですけど、結構まあ、ポリグロッツとマーケティングチームが共同で、えー、何人か参加したことあるかもしれないですけど、WP トランスレーションデーとか、ああいうのが一箇所だけじゃなくて全世界で開催されるように、こう、マーケティング活動してみたりとか、えー、していたりします。えー、直近だと、えー、っと、この前の The State of the World でも、まあ さんがあの言ってたんですけど、ショーケースページっていうのが最近新しくなりまして、ワードプレ s スがどういうところで使われているっていうのは見れるページなんですけど、えー、そこのアップデートに結構関わっていたりとかしています。えー、結構何、何、自分コード書かないんだけど、デザイン書かないんだけど、マーケティングできるっていう人は、えー、マーケティングチームも向いているのかなと。 え、思いながら結構気楽に参加して楽しくワイワイやってるチームです。僕もちょっとだけ入ったことありますけど、本当に、えー、ワードプレス自身、その、一人一人、千人のマーケティングがいなくて、会社とかであるよう、ね、な、みんなで一緒に広めていってるので、そういう時にどうやってみんなで足並み揃えて広められるかなっていうのを結構話し合ったりとかしてるので、面白いと思います。であともう一個見たことあるかもしれないですけど、ワードプレス、 今年20周年だったんですけど、20周年の時の記念ブログを確かやってたはずなんですよね。多分誰かが今ブログを、誰かリンクを見つけて貼ってくれると思うんですけど、確かなんかブログリレーみたいなのやってて、それのキャンペーンを作ってみんなに広めてみんな一緒にやろうよってやってたのも、このマーケティングチームが主導でやってました。で、マーケティングチームは、えー、っと、 頻度が書いてないけど、次のミーティングはどうやら12月20日、12時 AMJST らしいので、ちょっと日本人は厳しいかもしれないけど、気になる方は、メイキングワードプレスのマーケティングっていうチャンネルを覗いてもらえれば、えー、いいかなと思います。ありがとうございます。今、あの、チャットで貼ってくださったマーケティングチームの GitHub を初めて見ました私 <laughs> <ー> <laughs> こんなふうにしてやってるんですね。<laughs> 知らなかった。これはわかりやすいですね。タスクが看板,看板ボード式でやって,ますて,てるのでってますね。はい。ありがとうございます。リンクも20周年記念のやつ。Google の。<laughs> Google 検索でした、ね。<laughs> Google に <の S 2> <laughs> そう。あ、そう。今年のブロ、今年のテーマが、from blogs to blocks っていうテーマだったんですよ。ブログの時代からブロックの時代っていうキャッチコピーを考えてやってたんですね。なんで、えっ、ー、と、いろんな方のブログがあるので、そういうのを読むだけでも面白いと思うので、ぜひ皆さん見てみてください。はい。ありがとうございます。 では、ということで、ディスカッション Q&A タイムに入りたいと思います。どうしますブレイクアウトにしますもうこのままいきます。はい。時間がない。あ本当だ、すいません。割と丁寧にやってしまいました。<laughs> どうしますじゃあ、なんか、こう、今、はい、告知に、 はいって、そうですね。なんか、懇親会の中で話していきましょうか。はーい。では、お知らせ、情報共有にすいません。そのまま入ります。というわけで、これは、なおさん、お願いしてもいいですかはい。えー、っと、黙々翻訳会が始まるので、行かれる方は。はい。はい。<laughs> <laughs> はい えー、今ですね、これをあのスライド作ってるときにいろいろ2点、3点したんですけども、えっと、今なんかスラックの話をしているときに、日本語のスラックと英語のスラックがあるっていう話をしたんですけども、えー、日本語の方は無料の、えー、バージョンやってるので、結構過去のやつが消えてっちゃったりするんですが、メイキングワードプレスという英語のスラックの方は、えー、多分、冷えり、ー、団体。 用のものであのフルに使えていつも使えるみたいになってるんですが、えー、今日本語ではそこには書けないというか書く場所がないんで、えー、言語別のチャンネル作成について検討されてますってことで、えー、それはこれですね、えー、誰か貼ってくださいで今本当にまさに、えー、意見を集めてるとこなのでどういう風にしたらいいかっていうのを、えー、確か日本語の えー、スラックの方からも意見を書いてくださった方もなって何かあれば書いてください。例えば、こういう機能はなくしたくないとか、あの、英語の方になっても、なんか絵文字は自分で入れたい、書く言語がとか、なんかそうなんでも、何でもいいので書いてくれたらと思います。もう一つ、この書いたんですけども、 メイトリックスというか、マトリックスというオープンソースのスラック代替ツールの検討が行われてたんですけど、まさにそのステートオブザワード、えー、気象公演の中で、ちょっと、えー、ライセンスの問題とかいろいろあって、えー、今保留になっているというか、まあ、ストップしています。でもしかしたら、まあ、こういったものがスラックの代わりに使われることがあるかもしれないんですけども、今のところはその、えー、予定がなくなってしまったので、まあ、2024年に。 どうなるかなっていう感じではあるんですが、そっちの方は、とりあえず、ええー、まあ、保留 <laughs>、あの、使えることは使えるんですけども、そっちに移行するっていうことはないのかなと思います。まあ、ただ、あの、使えるようには今なっていますっていうことです。ええー、そんな感じです。はい、次の告知は誰でしょうあ、えー、じゃあ、5.3?5.3? <laughs> <laughs> 関西、関西運営、関西チーム。 誰かいらっしゃれば。はい。えっと、一応来年の2月の23日と24日に、うん、兵庫の三の宮のコンベンションセンターというところで、えっと、ワードキャンプ関西2024という、あとの、開催しますと。23日が、コントリビューターで、 と、みんなと貢献しようという、えっと、集まりになっていて、えっと、24日は、あの、セッション形式の、えっと、イベントになっています。えっと、詳しく、もう今、チケットも、あも発売してて、結構残り少なくなってきてるんですけど、もし、皆さんまだ申し込んでなくていきたいなっていう人がいらっしゃったら、ぜひ来てください。 今、ここに、えっと、リンクが見えてるんですけど、一応、あの、ワードキャンプ関西2024っていうので検索したら、すぐ出てくるので、そこからアクセスして、えっと、ま、ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。あと、この時期はすごく、なんだろう、宿が取りづらいらしいので、来られる方は早めに取ってください。はい。<laughs> ありがとうございます。今、チャットにせいさんが書かれてましたが、残りチケットが33枚ということです。お早めに。ということでした。ありがとうございます。で、もう一つ、あ、ミートアップの年次アンケートが、今、あります。あります。<笑><笑>はい。 あの、ミートアップの年次アンケートが今開催中なので、あの、ぜひ参加してください。あの、コミュニティチームが基本的にあの、こういったアンケートをしてるんですけど、やっぱりなんかあの、フィードバックもらってどんどん良くしていこうっていうことができるので、あの、些細なことでも大丈夫ですし、あの、選択できるところだけっていう形でも大丈夫なので、ぜひ答えてください。 1>, 1月14日までということです。はい。はい。で、えっ、ー、と、コミュニティビルディングワークショップジャパンリアルイベントをやりますということで、これ私このまま喋っちゃっていいですかはい。あのー、えっ、ー、と、今最初の紹介の時にもうどういうものかっていう話をしたんですけども、と、こう6回続けて、 やった、この連続性のあるイベントの最後にリアルイベントをできたらということで計画中です。で、いつどこでやるのっていうところで言うと、2月22日、あの2が並んでます。えっ、ー、と、ワードキャンプ関西のコントリビューターデーの前日に、三宮周辺でやりますので、お参加しようかなっていう人は、 ぜひもう一泊 <laughs>。もしくは、あの、ぜひ関西周辺から来てください。詳細はまた追って発表させていただきます。お待ちしてます。はい、ということで、アンケートご協力のお願いです。えっと、この、その、 コミュニティビルディングワークショップジャパンがネクストジェネレーションイベントの枠でやってますというお話をさせていただいたんですけども、それも含めたアンケートというのを毎回取らせていただいてます。なので、コミュニティビルディングワークショップジャパンだけじゃなく、あの、世界中のイベントが良くなるというフィードバックにもなるので、ぜひアンケートにご協力をお願いします。 で、次回は1月26日金曜日開催予定です。で、各ミートアップグループのコミュニティビルディングの話を聞いてみようという内容になっています。これまだもう、あ、これも公開しているので、チャットに貼ってある URL からぜひご参加ください。はい。で、みんなで記念撮影。ということで、カメラをオンにできる方はぜひ、オンにしてください。 これなんか毎回、一番多いタイミングで撮りたいんだけど、<laughs> なかなかうまくいかない気がする。でも今日は結構みんな残ってくれてる。ありがとうございます。はい。誰が撮ってくれるあ、撮ります、撮ります。ありがとうございます。あ、ゴーさん、片手でいけるうん、あの、片手はまあ、すべて <laughs> <laughs> はい。 はい、じゃあいきますよ。もう、顔出しできる人はもういいかな。はい。いきます。三二一で取るんで。いきますよ。三二一もう一枚取ります。今で上げ3、いきます。三二一ちょっと失敗した。もう一回取ります。<laughs> ちょっと失敗した。<laughs> <laughs> はい。あの、飛び切れない語でお願いします。<laughs> はい、いきます。三二一 はい、ありがとうございます、はい。ありがとうございました。